はいどうも、青キックスです。今日は、青キックス遠征編ということで、北九州行っていきたいと思います。この小型カメラでね、皆さんに。カップ戦と、青キックスフープスアカデミーがあるということで、試合の様子や遠征の様子、指導の姿をお届けしていきたいと思います。では、福岡まで、時飛ばし。はい、というわけで、今到着してもう長旅の長旅大移動してですね、僕は福岡の能型にやってきました。明日は能型市体育館かなの方で2日間ゲームだったりクリニック、青キックスープスアカデミーがねあったりするんですけど、今日は明日明後日に向けた事前準備が体育館であるってことなんで、その時間シューティングできますかっていう風に聞いたら、全然できるよとのことだったんで、ちょっと移動のねあるじゃないですか。体固まって飛行機とかもすごい狭かったんで、バスも移動あったし、ちょっと1時間ぐらいシューティングして汗かいて、でホテル戻ってシャワー浴びて、そこから夜ご飯みんなと行って、明日明後日のね本番に向けていこうかなと思って、今体育館の近くのね野方駅に来たんですけど、商店街みたいのがあって人が誰もいない、怖い。ちょっと見て、あ、車がやっと通った、こっちもちょっとカフェを頑張って探していきたいなと思います。シューティングの時はね映像を回すか分からないですけど、明日明後日映像回していきたいと思います。じゃあまた。おはようございます、どうも青キックスです。今日は2日間のカップ戦ということで、福岡の能型体育館にやってきました。こんな感じです。はい、で中には日系の大学生がいたり、福岡の卒業した高校生がいたり、中学生高校生大学生と、大人もねいるということで、ごちゃ混ぜミックスの福岡のカップ戦に呼ばれてやってきました。高校生どんなのがいるのかちょっとわからないんですけど、面白いプレイヤーがいたらいろいろピックアップしていきたいなと思います。じゃあいきますか。はい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 、もうなんかやってるっぽいっすね。はいはいはい、今日昼から参戦でいいよって言われて来たんですけど、こんなんやろうか。あ、体育館入りました。こんな感じで2面でやってます。福岡なんでね、ワンチャン引退した第一の選手とか福岡出身のやつがいるのかなみたいな感じで、ちょっと楽しみですね。はい、行ってきます。はい、今回も青キックスオリジナルでね、このカップ戦の記念 T シャツ作りました。今持ってきたのでそれ開けていきたいと思います。このまま行きますよ。一種の開封の儀をね、こっちがロンティー、こんな感じですね。ロンティーグレーにオレンジ黄色、ちょっと冬っぽい感じで、こっちがロンティーで、半袖もねあるんだよ実は。半袖来た、半袖これいこう。半袖はこんな感じ、青キックスのオリジナルタグ付きでカップ戦の名前で、裏には参加チームの名前が入ってます。どうすか、こんな感じで、こういったねカップ戦プラス青キックスの記念 T とか頼んでもらえれば、僕が直接全国どこでも会場駆けつけますので、ぜひ概要欄コメント欄各種 SNS の DM から連絡ください。行きます、行かしてください。この大会記念 T シャツが届いたので、チームごとに仕分けしていきたいと思います。こういうね業者みたいなこともやってます。これはこの大会の希望者が購入っていう。なるほどなるほど。ということはどこでも買える？買えません。買えません、はい、ここに来たチームしか買えません。そもそもアウチャンスすらないって感じです。
まあ、プレミア感ありますね、それ。めちゃくちゃプレミア、ね、こっちがクリニックの T シャツです。こっちがまた違うんだ、はい、こっちは青木スープスアカデミーです。おかっこいい、あれだ、色のバランスはかっこいい、はい、ちょこちょこ変えるんですよ。3ヶ月に1回なのか半年に1回なのかちょっと不定期ですけど、うんうん、僕の気分で変えます。まあそういうことね、はいはい、OK です。はいはい、すいません。じゃあ、あとは渡していきます。はい、はい、いいやいいやいいの着てるやん。はい、どうぞ。おい、見して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 、いいの着てるやん、いいの着てるやん、いいの着てるやん。YouTube 俺のことを上げてください。いや、全カットします。you
you
かけるとダメだよ。はいはい、使えますよ。全然これから、はい、全国ベスト3以上っていう豪華メンツが揃ってます。でもまだあれだろ、代表入ってないの、世代別で。いやまだアンチ来るからこうやって箱の栄光にとか言って、そうね、ネタも通じるのか。どうでしたか、藤枝組、この2日間。楽しかったです。え、何が、何が。やっぱ、普段できないメンバーとバスケも楽しかったです。はい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 。足りないっしょ。全然。あなただけないよ、ずっとやりたがっての最後まで。ボイスの時に、マジ疲れた。足動かねえみたいな。次、何台だっけ。拓殖だけど。お、いいやん。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。頑張ってください。はい。次、何台でしたっけ。はい、頑張ってください。え、あれから佐藤優となんか喋った、連絡やり取りしてんの。全然。いや、あ、でもほぼしてない。ほぼしてない。ずっとよっともや。はい、OK です。ありがとうございました。さあ、終わりました。2日間。お疲れです。え？お疲れです。え、ここ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 。どうだった？2日間、2日間、2日間。マジ楽しかったっす。マジ楽しかったっす。マジ、何が、何が？最後のスリックスが。スリックスが？楽しかったね。動画撮っといて、俺、撮ってほしい。ああ、それな。何時間やってた？午前中。2時間ぐらいやらしいですか？3時間ぐらい。2時間半以上。やって、動画一切増してないって。もったいないよ。もったいないよ。ゲント爆発してた。ゲントな。よかったです。次、何台行くんだっけ？日体大です。そうだよね。こっちは。日体大です。あ、日体大コンビ。はい。お、チームメイトやん。あ、そうか、でも日体でもちょっと違うのか。ちょっと違います。3部目指すんでしょ？ 3部目指します。3部目指すって何？いや、普通に、頑張ります。バスケット頑張ります。ストリートボールを路上で下向きに頑張ります。下向きに下向きにね、はいはい、それは東福岡のメンタリティです。頑張ってください。はい、はい、お疲れ様でした。